葉を選択していただけたのかと。はい、実はもともと探していたのは、はい、まあ、フェンダーの普通に新ラインを探してたんですね。まあ、その新ラインを探していたんですけど、やっぱ新ラインしかもヴィンテージで探してたんで、結構まあ、当たり外れっていうか、やっぱ個体差が相当激しい、はい、結構いろんな楽器屋で十数本見たんですけど、なかなかこれだっていうのは見つからず、ちょっとペッパーを試しに弾いてみようかなと思って、たまたま、まあ、いわゆるグリーンペッパーと同じものがあったので、今それを試奏しに行ったら、あれと、そのあれいいなと思ってた新ラインよりもこっちの方が理想的だったんですよ。音が、まずでもグリーンペッパーのあれ、グリーンペッパーがどんな鳴りかっていうのをちょっと分かりやすく、まあ、僕持ってるのグリーンペッパーですけど、グリーンはやっぱり歌うためのギターとしては本当最適で、やっぱそのイコライジング感が、グリーンペッパーは僕の歌と、あとは歌っててやっぱ単純に気持ちいいっていうのがすごい合致して、まあやっぱ気持ち良かったんですよね。まあ基本歌いながらのバッキングが多いですけど、やっぱソロ行った時の目立つ感も、グリーンペッパーも歪み一発踏めばやっぱりすごい前に出てくる感じもありましたし、なんでしょうね、あんなに倍音たっぷりなのにやっぱ存在感があるのが、一番あったのがグリーンペッパーだったんですよね。はい、Thank you.